皆さんこんばんは、吉野くとです。今日は仕事終わりにホテルに来ました。これから僕のナイトルーティンを皆さんに紹介したいと思います。洋服選びなんですけど、前日の夜にある程度コーディネートというかイメージ考えてますね。もう本当に決まんない時はもう本当に決まんなくて、もう2時間ぐらい悩んだこともありますし、そんくらい結構洋服を選ぶ時はもう本当に大事な仕事の前とかやりたい時は前日の夜に時間をかけてじっくりと選びますね。普段はカジュアルなものが多いんですけど、本当にバシッと気持ち的に行きたい時はスーツっぽいものだったりとか、色は黒とか茶色とかが多いですけど、こういう赤とか、結構赤が似合うってよく言われるんですよね。勝負したい時とか、こう気持ちを上げたい時にこういう赤いジャケットとかいいなって思いますね。なかなかね、赤いジャケットって普段着れないんで、そういうイベントだったりとか仕事でモチベーション上げたい時にこういうカラフルなデザインで気持ちも上げていきたいなっていうところで、こういう赤とかそういうジャケットはいいですね。なんかこういう白いスニーカー、なんか結構カジュアルな服装にすごいスニーカー合うので、可愛いっていうか、自分のそのスタイルに合うような服装に合わせて、なんか靴とかも合わせたりとかしてますね。洋服って結構モチベーションにつながるものだと自分は思ってるので、自分が好きなものを着て自分の気持ちが上がるようなものを普段は着ることが多いですかね。仕事終わりにお花を買ってきたので、お花を着たいと思います。そうですね、花瓶によって長さが違うんで、合うようにちょっと切っていきたいと思います。こう斜めに切っていくことが大事になってきますので、多分僕はいつも斜めに切ってます。あ、いいっすね。はい、結構種類があるんでいっぱいちょっといけていきたいと思います。普段もですね、結構お花を最近買うことが多くて、お花を買う前に花瓶集めにすごいハマってて、まだ2個しか持ってないんですけど、なんかその花瓶がすごい自分的に好きだなと思って、そっからすごいお花をこう飾るっていうか、お花を家に置くっていうことが結構好きになった、なってきたんで、家の雰囲気といいますか、雰囲気がすごく明るくなって、こう色も入ってくるじゃないですか。お家の中に緑をなるべく入れるようにしてますね。場所によってなんかこう明るいお花があったりとか、ちょっとシックなお花があったりとかっていう感じで、結構使い分けてますね、お家の中でも。無心になれるんで、意外と僕こういう時間が好きなんで、なんか心を落ち着かせるためにも結構いいかもしれないですね。いい感じですね。なんか自分の好きな形にできるんで、すごいやってて楽しいです。はい、ということでこんな感じに仕上がりました。結構お花
ごとで分けてて、分かりやすいように、最初こうバラバラにこうやろうと思ったんですけど、意外とこういうまとまってる方がすごい綺麗に見えるんで、こういう感じに仕上げてみました。まず家に帰ったら基本キャンドルをつけますね。ウッドウィックっていうやつなんですけど、あとヤンキーキャンドル2個僕使ってるんですけど、これが青山のお店にあって、結構いろんな種類、匂いもあるし、なんかサイズも結構いろんなサイズもあって、なんかこういうちっちゃいキャンドルもあるし、こういうちょっと大きめのキャンドルもあったりとか、いろんなサイズがあるんで、デザインとかもすごい可愛かったりとか、なんかここがこう木になってて、これが燃えるとパチパチパチっていう音が鳴って、で火をつける時もなんかこうどんどん端からバーってついていくんですけど、またそれがすごくなんか可愛くておしゃれで、すごい、もう本当にこれは家に3つありますね、このでかさが。でも本当にもうこれ今家にあるんですけど、もう全部もう今ない状態です、使いすぎてっていうぐらい、結構このキャンドルは好きで、お気に入りのキャンドルですね。僕が住んでたのが宮崎県小林市っていうところなんですけど、結構田舎の方で、ね、自然がいっぱいある中、そういう環境で育ってきて、まあ、でそこで、まあ、高校生ぐらいの時ですかねに上京して、まあ、東京に来て、結構環境の差がすごくて、ふとした時になんかこう寂しさだったりとか、なんかこう孤独感だったりとかっていうものを感じることがあるんですけど、まあ、そういった時になんかこういうキャンドルとかお花とか、なんか自然のもの癒されたいというか、なんかこう初心に戻るというか、なんかそういう僕が育ってきた地元を思い出すですよね。だからこういうなんかお花もそうですし、キャンドルもそうですし、なんか自分が自分でいられるためにっていうか、落ち着きたい時とか、まあ、そういう、自分らしくいるためにっていう感じですかね。で、まあ、そういうキャンドルっていうその、まあ、なんかこう落ち着く空間で自分はこう歌詞とか書いたりしてるんですけど、今僕はザランページっていう LDH のグループにいて、結構最近っていうか前から結構歌詞を書くことが多くて、世の中に出せるようにっていうか今書き溜めてるんですけど、普段書いてるノートとペンで、家で結構メガネかけることが多いんで、今回もちょっとメガネかけて書きたいなと思います。まあ、歌詞はなんか自分が思ってることだったりとか願ってることだったりとか、そういう自分の中にあるものをストレートに落とし込んでっていう感じで、ランページってすごくヒップホップテイストで結構勢いのある楽曲が多いんですけど、僕はなんかそういうところじゃなくて、
バラード曲みたいなものをなんかいつかこう制作してザ・ランページとして世の中に出したいなっていう思いがあるので、あ、こういうこと考えてたんだとか、なんかそういう自分の成長もすごく感じられるんで、うん、そういうやっぱり歌詞を書くっていうことはこれからも続けていきたいなっていうのは思いますね。ということで、お風呂上がりのスキンケアをしていきたいと思います。で、僕がいつも使っているのがこちらのプロメディアルさんなんですけども、結構ですね、乾燥肌だったりとか敏感肌用にすごく良くて、僕自身がすごく敏感肌なので、もう 2,3 年ぐらいはこちらを愛用させてもらってます。じゃあ早速塗っていきたいと思います。だいたい3プッシュぐらいですね。はい、いや、これ塗り始めてからちょっと調子いいんですよね。お肌のローションタイプなんで結構しっとりもっちりしてめちゃめちゃいい感じです。顔だけじゃなくてしっかり首元も普段はやってます。調子いいですね。はい、こんな感じで化粧水を塗った後にこちら乳液ですね。はい、乳液をこちらも3プッシュして、塗っていきます。結構乾燥しちゃうんで、普段はこちらの美容液とあとこちらの保湿クリームですねを冬は特に保湿したりとかしてるので結構多めに使ってます。夏とかは基本このあったかい時期はこの2つでボディの方を塗っていきたいと思うんですけども、もうボディは間違いなくニベアです。これは最強ですね、本当に。もう一年中このニベアさんを愛用していますね。もう本当に全体的に体に塗っていきます。ちょっとね、体にもしっかりと塗って乾燥させないように。結構ニベアさんも種類があって、僕が使ってるのは結構しっとりしてるやつなんですけど、結構サラッとしてるやつもあったりとかあるので、まあそうですね、まあ本当に夏とか暑い時期はサラッとしたタイプも使うようにはしてますね。はい、ということで僕のスキンケアはこのような感じになってます。これが僕のナイトルーティンです。それでは皆さん、おやすみなさい。よし、じゃあ枕を抱いて寝ます。よし、おやすみ。